役員クラスの方とたくさん出会いまして、大手企業から内定の方いただきました。主にやったことは、これがすごい他の学生と差がついたなと思っているところになってます、うんうんうん、おどうもしゅんです。こんにちは。今日は LinkedIn というプラットフォームとのコラボ動画なんですけども、 LinkedIn さんを使って就活を圧倒的に有利に進める方法をお聞きします。 LinkedIn さんを使って内定を勝ち取られた社会人1年目の下條さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、下條俊介と申します。 LinkedIn を通して役員クラスの方とたくさん出会いまして、大手企業から内定の方いただきました。皆さんにきっとお伝えできることたくさんあるので、全力でお話しさせていただきます。まず最初に、今面接シーズンっていうこともあって、面接を有利に進めるためにしたことをちょっとまずお伺いしてもよろしいですか。はい、主にやったことは OB 応募訪問やってまして、はい、これがすごい他の学生と差がついたなと思っているところになってます、うんうん、おはい、面談なんですけど、はい、上司と会話してるみたいなんですよね。もうロープレをやってるみたいな形になっていて、はい、業務でこの上司はこういうことを言ってくるのかなみたいな想像しながら会話するんですよ。もちろん会社の元々のお話聞いてるんですけど、こういうことを考えてるんだとか、こういう価値観で動いてるんだっていうのが分かるので、うん、そういうところをインプットして、いざ本番の面接の時にそれをアウトプットするっていうのをやってました。それは一般的な OB 応募訪問とどう違うんですか？例えば企業の特色とかっていうのが出てくるんですよ。でそれって現場の方しか出せないそのリアルな言葉があって、はい、普通はリクルーターの方とか採用担当者と OB 応募訪問したり、はいはい、大学のつながりでこう協力したいっていうモチベーションの人が話してくれると綺麗な言葉になってて、はいはい、本音が分かりづらいですね。そうですそうです。ただ現場の方とお話しすると、そこの普段どういう言葉使ってるかって聞けるだけで、うん、それをアウトプットすると、あれこの人この会社に働くのかなって思わせることができるんですよ。なのでそういったところで有利だったかなと思ってます。面接の中で逆質問ってあると思うんですけど、はいはいはい、意識したことであったりとか、はいはい、OB 応募訪問を通じてなんか学んだこととかってありますか？はいはい、質問の仕方として。そうですね、業界でよって全然聞き方が違っているんですよ、はいはい、例えばコンサルティングファームって、はい、めちゃくちゃなぜを聞くんですよ。なんでそれやったんですか、はい、なんでそう考えるんですか、もうとにかく聞いてくるので、はい、こっちも同じテンションで逆質問で、なんでこの事業をやろうと思ったんですかとか、うん、なんでその会社を選ぶんですかとかっていうような聞き方をしてると、うん、すごく響きますね。なんでですかそれは。コンサルの人っていうのは問題解決なので、うん、原因が何かだったり理由が何かをとにかく追求して常に考え続けてる人たちなので、はいはいはい、そういう質問が来るとワクワクする人たちがいるんですよ。はいはいはい。メーカーとかはどうですか？どんな逆質問されてたんですか？そうですね、例えばこういうサービスがあるとしたら、このサービスで何のためにやってるんですかって、もうそれは聞いてもいいですし、自分はこのサービス使ってみた時にこういう感想を抱いたんです、うん、ただ他のユーザーはどんな感想を持ってますかとかっていうユーザー視点で話すことも結構大事だなっていうのは感じてますね。ちなみに OB 応募訪問でどういった方を中心にお会いしてたんですか？基本は現場の方とお会いしてたんですけど、うん、上層部の方ともつながる機会があったので、はい、結構お話しさせていただいてました。何が違うとかありますか？上層部の方はどっちかっていうとビジョンとか、うん、何をしたいか何のためにやっているのかっていうその抽象度の高いところを本気で聞いてくるところがあって、うんうん、それに比べて現場の方っていうのはじゃあコミュニケーション能力とかロジカルシンキングができるのかとか、そういう具体的なスキルの部分、うん、部分を聞いてきたり、そういうお話になるケースが多いなとは思ってます、うん、実際役員の方とかとお会いして良かったなって思う点とか就活においてありますか？はいはいはい、やっぱり最終面接とかで登場するような方々なので、その方々とお話しする中で緊張がほぐれたっていうところはかなり大きいポイントだなと思ってます。最終面接で初めてそういうクラスの方と会うとオーラがやっぱ違うんですよね。そうなんですね。僕全くそのオーラとか感じないタイプなんでそんな分かんないですけどそういう方は多分大丈夫なんですけど、はい、でも自分みたいにそれを感じ取っちゃう繊細な方は場慣れしておいて、いざ本番になった時にその状態でいくと自分らしくお話できて後悔はないかなと思ってます、ね、具体的にどうやったらアポイントメントが取れるんですか？私が一番使ってたのはリンクドインっていうアプリ使ってました、はいはい、それでダイレクトメッセージを送るっていうのが一番使っていましたね。あ、全然知らない方に新規で申請してメッセージを送るっていう、はいはい、そうですそうですそうです。
初めてリンクトインを知った方もいると思うんですが、はい、リンクトインってそもそもどういうサービスかっていうのを説明いただいてもいいですか。はい、リンクトインはビジネス特化型の SNS になってます。はい、大きな特徴としてはその履歴書代わりに使うような SNS になっているので、うん、実名が基本ですし、うん、会社の名前だったり学歴だったりを書くものになってます。うーん、他の SNS と何が一番違うんですか。一番違うのはいろいろな人とそれこそつながりが直接的になくてもつながれるっていうところが違うのかなと思ってます。はいはいはい、大学が一緒とか企業が一緒、その二次のつながりをどんどん生かしてこう輪を広げていくことができるのが Facebook とかとの違いで、 Twitter との違いは実名でビジネス特化なので、うん、ビジネスにつながるっていう点で投稿できたりするんですよ。うん、その内容もビジネスに寄ってるので治安がいいっていうのはありますね。島城さんがアポイントメントを取る上でどのような形で人とつながっていったかっていうのを伺ってもいいですか。はい、プロフィールをとにかくこだわりましたね。はいはい、まずアイコンの写真も Facebook も Twitter もあると思うんですけど、うん、あの写真をビジネス的なプレゼンしてる様子とかゼミで発表してる様子とかちゃんとした写真を載せるのはまず大事で、はい、あと経歴いかにちゃんと書くか、うん、自分はバイトでこういうことやってますとかゼミではこういうこと学んでますみたいなのをちゃんと表記すると返信率は上がる。あると思ってます。前提としてたくさんつながりがないとアカウント自体が信頼に値しないので、最初はそのおすすめとか出てくるものをもうとにかく申請しまくるっていうのをやってました。であとは自分が所属している大学とかも検索できるので、その人たちにたくさんもう申請を送って、企業に絞って企業の方を申請した後に上層部の方とかにつながるっていう順番でやってました。おー、アポイントメントを取る前段階としてまずはつながるっていうことが重要ってことですね。そうですね、それすごく大事ですね。具体的に下條さんはどういった形でアプローチしてたっていうのを、はいはいはい、文章とかってどういう形で作ってたんですか。はいはい、プロフィールをちゃんと書くっていうのは大前提のことを、うん、次に自分が就活生で不安ですとかっていう感情を冒頭の方で書きました。でその上で面接の練習をしたいっていう思いと、その方のプロフィールちゃんと拝見して、その上でこういうところ気になっててっていう質問をまず書くのがすごく大事だなと思って作ってました。僕 Twitter とか Facebook とかではいはい、就活生からメッセージ来た時に、はいはい、基本的に全無視しちゃってるんですけど、はいはい、他の方とどう違うんですかね。なんか心に響かないのはコピペしてるって見えちゃうのかなと思ってて、はいはい、その人のプロフィールちゃんと見て、はい、気になるところその人に合わせて書くと自分のこと知ってくれようとしてるんだって思うからこそ返信したくなるのかなって思います、ね。はいはいはい、あとはやっぱりメッセージを送る際ってお忙しい方っていう大前提必要だと思ってて、はいはい、長文で熱い思い書きすぎるのもちょっと違うんですよね。なのである程度その人のことを理解した上でも簡潔に何を聞きたいか、どういう理由でミーティング設定してほしいかみたいなところまでちゃんと見える範囲で書けると多分返信率上がるのかなって思ってます。リンクトインを使って OB 訪問をして世界観であったりとか価値観が変わったっていう話もちらっと聞いたんですけど、はい、どう変わったかっていうのをお伺いしてもいいですか。はい、やっぱりいろいろな方と出会うと自分の価値観の狭さってもうまず気づくんですよ。うん、大学とかにいるとやっぱりそこって気づけないところなのかなと思ってて、うん、リンクトインだとやっぱり年代も違えば会社で勤めてビジネスやってた人ばかりなので、うん、もうそこの変わり方は全然変わってきますね。具体的にこう考えてたけどこう変わったみたいなってありますね。はいはいはい、この企業を受けるってなったらここしかないって思っちゃうと思うんですよ。うん、ただリンクドインの方たちってもう経歴が見えるからこそそういうキャリアもどういうストーリーがあるのかって分かるんですよ。うん、そうなると面接1個落ちたぐらいで何の問題もないなって感じたりするんですよ。そこの価値観の変化全然違いますね。経歴のところになんで転職したかとかっていうなんでって書かないんですよね。うん、そのなんでを深掘れるのがやっぱお会いするメリットだと思っていて、うん、そこ聞いてみると実は上司と馬が合わなかったとか仕事が大変すぎて辞めたとか挫折したポイントとかって人によって全然違うんですよね。そういうのを聞けるのはすごくいいところというか、それで変わっていったのかなと思ってます。下條さん自身もそういった就職活動を通じて変わったこととかってありますか。はい、選択肢をたくさん持つと心の余裕ができるっていうのはあって、繊細だからこそ緊張もしますし一
回一回の機会って怖いんですよね、うん、その企業しかないって思えば思うほどどんどん心の余裕がなくなっていって悪循環が生まれて言い残したことがあったり笑顔でいられなかったり自分らしく話せなかったりってあると選考が進んでる企業に合わせに行っちゃうんですけど、それがやっぱりいろいろな人と話していると自分でいいんだなって思うんですよね、うん、選択肢があるからこそこの機会一個落ちたぐらいで何にも問題ないから自分で行って落とされてもいいやって思えるようになるんですよ、うん、そこが一番大きな変化だと思っていて、社会人になっても選択肢があるからこそ目の前の機会に一番集中できるっていうところは大きな変化だったなと思ってます。他の OBOG 訪問サイトと全然違うのはそこの就活で終わりじゃないっていうところが大きいと思ってて、うん、今でもやっぱり就活の時にお話聞いた方と投稿を通じてやり取りしたり、うん、お話しさせていただいたりする機会ってあって、うん、なんかそういうのってすごく貴重だなって思っていて、うん、就活の捉え方も全然変わると思うんですよ、うん、就活って単発じゃなくて長期で考えるのがすごく大事なんですけど、そこを考えながら今後のつながりも含めて構築できるのってリンクドインだけだなと思います、うん、あ確かに。じゃあ最後に学生さんに対してアドバイスをいただけたらなと思ってます。この間まで学生だったので不安な気持ちとか怖い気持ちって分かるんですよ、うん、ただその時に何もせずに机に座ってイエス書くとか一人で面接練習するのってすごく心細いかなと思うので、そういう時にこそ人とつながることがすごく大事だと思ってて、リンクドインに登録してやることができれば社会人の方だけじゃなくて学生も当然いて同じような不安とかって抱えてるので、もうどんどんメッセージを送ってでどんどんつながって輪を広げていくと意外と自分って一人じゃないんだなって思いますし、うん、意外と選択肢ってたくさんあるなって思う中で思いっきり自分のやりたいことを追求できるっていう風に思ってるので、うん、リンクドインっていう新たな場所を使って自分らしさを磨いてほしいなって思ってます。視聴者の皆さんもこの動画を参考にぜひリンクドインを使っていただけたらなと思ってます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ここでプレゼントのお知らせです。リンクトインにアカウント登録、プロフィールを完成してくれた先着100名の方にリンクトインプレミアムをプレゼント。リンクトインプレミアムではつながりのない方にメッセージを送ることができ、人脈を広げやすくなるだけではなく就活やキャリアアップに役に立つ約2万個以上のオンラインコース、リンクトインラーニングにアクセス可能になります。プロフィール完成後に概要欄のフォームに記入していただくだけでとっても簡単なので皆さんのご応募お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。